学生の時のバイト先の2階にあったのは、多分開かずの間だったんだと思う。弁当屋だったんだけど、2階は休憩室と資材とか置いてた。けど、誰も2階で休憩しない。でかい窓あるのに、昼間でも薄暗くて湿っぽい感じで、資材取り行く時も絶対みんな一人で行きたがらない。俺のだいぶ後に入った、美大生の自称霊感持ちの可愛いけどちょっと変な女だけ、よく2階でタバコ吸ってた。だから重くない資材とかはその女に頼むようになって、代わりに休憩時間外の一服、黙人みたいな感じにしてた。店の資材在庫チェックの時も、当然その女メンツに入れて、あと社員さん A、B、2人と、シフトだった俺と、バイトのチーフの先輩、計5人でやることになった。社員さん B と先輩が電車の事故で遅れて、3人で始めた。俺がチェック表とか下でコピーしてたら、上から悲鳴が聞こえたので、慌てて階段を登ってったら、突然、頭がびしょびしょに濡れた。触ったら全然痛くないのに、大量の血が出てた。驚いたけど、女がラーラー言ってるのが聞こえるので、とりあえず2階に上がった。女は壁の方向いてわけのわからないことを叫んでいて、社員さん A は座り込んで漏らしてた。女の指さしてる方を見たら、これまで壁だと思ってたとこが引き戸だった。中は畳横に2枚並べたくらいの部屋で、小さな虫の死骸が2センチくらい積もっていた。1箇所の角だけ30センチくらい丸く、何もない。壁はパッと見普通の和室っぽい壁に見えたけど、土に長い黒い髪の毛みたいなのを混ぜて塗り込めてあった。引き戸の裏も同じ感じになっていた。わけわかんなくてぼーっとしてたら、遅れてた先輩が来て、血まみれだった俺は即救急車呼ばれて病院連れてかれた。病院着いたら、もう一人の社員さん B がそっちに来ていて、有給と見舞い金出すから、棚から物が落ちて怪我したことにしろ。と言われた。正直、金が欲しかったのと、怖くてもうバイト先に行きたくなかったので、言う通りにした。傷はそんなに深くなかったから、縫うだけで済んだ。バイトは2週間くらい休んでいいことになってたけど、どうしても気になったから、10日目くらいに覗きに行った。そしたら、先輩はいたけど、社員さん A は体調崩して長期休養。女の方は、学校も辞めて実家に帰るからって、親と挨拶に来たって言ってた。女は店に一歩も入ってこなくて、全然喋らなくて、薬が効いてぼーっとしてるみたいな感じだったらしい。先輩が社員さん B を問い詰めて聞いた話を聞かせてくれたんだけど、店はもともと普通の古い民家だったのを、人が居つかなくて困った所有者から、格安で借りていた場所らしい。社員さん B も詳しいことは知らなかったけど、絶対いつか何か起こると思ってた。と言っていたらしい。引き戸見つけて開けたのは女の方で、中から頭がぐるぐる回る人形が出てきたと繰り返してたらしい。社員さん A は何も話さなかったけど、ショックを受けた状態になっていて、内臓が弱っているのでまだ入院していて、家族の希望で多分近々退社するということだった。2階を見せてもらったら、その部屋は綺麗に掃除されて、引き戸も外されて、壁も塗り直されてた。けど、2階の雰囲気は全く変わってなかった。ものすごく嫌な気分になって、その日でバイトを辞めた。大学のある駅近くの店だったが、その日から卒業まで一度もそこを通らなかった。しばらくして仕事でその駅に降りた時、なんか思い出して店を見に行った。そしたら弁当屋はなくなって、今風のカフェになっていて、驚いたことに先輩が店長をしてた。弁当屋は、俺が辞めたすぐ後ぼやを出して潰れて、同じ系列チェーンのカフェになった。社員さん B が最初、そこの店長をしていて、違う会社に転職することになった時に、先輩が店の権利を買い取ったということだった。どうしても気になってた2階のことを聞くと、
先輩はちょっと困ったような嫌そうな顔をして、やっぱり嫌な雰囲気があるので、改装とお払いをして倉庫にした、と言ってから。これ多分、あの子が見たって言ってたやつだよね。と言いながら、俺にハガキを見せてくれた。あの女からの、絵画展の招待状だった。宛先が昔の弁当屋の名前になっていて、表側に、頭が変な風に横に潰れた、でかくてのっぺらぼうで、口だけが裂けて、手足が異様に細い白いぬいぐるみが、踊ってるみたいな絵が描いてあった。はがきは2年くらい前に来たもので、場所が遠いので行けないしと思いながらも、被災してあった画廊に問い合わせたところ、そんな展示の予定はないと言われたそうだ。なんか捨てるに捨てられなくてさ。と言いながら、先輩はそれを引き出しにしまい込んだ。その後、先輩とはしばらく連絡し合ったりしてたけど、今年の春、店が老朽化で建て替えになるので、この機会に両親の面倒を見るため田舎に帰る、という電話が来た。その後、何度か連絡しようとしたけど、携帯変えたらしくて通じない。初中見舞い出したけど、宛先不明で戻ってきた。結局何だったのかわからないままだけど、俺はもうあそこには行かない。